低コストダイエット効果がすごすぎる。このお茶飲んで人生最後のダイエットにしていこう。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。突然ですがあなたはこんなことないですか？下腹ぽっこり、毎日すっきり出ない、むくみがひどくて正座ができない、手足が冷たくて体温が35度台、なかなか寝つけない、目がすぐ覚める、更年期なのかイライラする、のぼせる、健康診断で貧血ですねと言われる、アレルギー体質で花粉の季節が怖い、ふと鏡を見た時になんか顔が下がってきたなと感じる、もし一つでも当てはまっているなら今すぐ飲んでほしいお茶。私や私の生徒さんたちもこれを飲んで3ヶ月でマイナス10キロ、6ヶ月でマイナス27キロ、血圧や血糖値、花粉症の薬を卒業することができたお茶があるんです。そこで今回の動画ではまず最初にこのお茶の驚くべき効果、あなたが得られるメリット、そしてこのお茶の驚くべき効果を最大限に生かすためのお茶の選び方、入れ方、飲み方を詳しく解説していきます。この動画を最後まで見ていただくと、私が実際取り組んでいるさらにダイエット効果が倍増するおすすめレシピがわかるので、ぜひ最後まで見ていってください。では早速解説していきますね。結論、あなたに今すぐ飲んでほしいお茶はズバリルイボスティーです。なんとなく体に良さそうというイメージを持っている人は多いかもしれませんね。では実際どんなお茶かご存知ですか？簡単にご紹介すると、ルイボスティーは紅茶のような色をしたノンカフェインのお茶で、産地は南アフリカ共和国のケープタウンの北にあるセドルバーク山脈に囲まれた一帯でしか栽培されていない貴重なお茶なんです。想像してみてください。このミネラルたっぷりな土壌で栽培されているルイボスから大地のパワーや恵みが体にたくさん入ってくるなんて、いかにも良さそうですよね。実際にルイボスティーを飲んでいる現地の部族は、飲んでいない部族に比べるといつまでも若々しいことに注目した研究者がルイボスティーを健康茶として紹介したことでヨーロッパ各地に広まってきました。こうして後に日本でも健康茶として知られるようになっていったんですね。ではルイボスティーの紹介はこれぐらいにして、ここから早速ルイボスティーのダイエット効果について9つ解説します。あなたに必要なダイエット効果がいくつあるのかチェックしながら最後まで聞いてくださいね。ルイボスティーのダイエット効果1つ目、脂肪の蓄積を抑える効果。まずはこれ以上脂肪を溜め込みたくないって思いますよね。ルイボスティーに含まれる特有のポリフェノール、アスパラジンが血糖値の乱れによる脂肪蓄積を抑えてくれるんです。ルイボスティーのダイエット効果2つ目、脂肪燃焼効果。脂肪を溜め込みにくくするだけではなくて、溜めてきた脂肪を燃やしたいですよね。そこで活躍するのがルイボスティーの抗酸化成分ケルセチンです。脂肪分解酵素の活性化を促す働きがあって、さらに脂肪を燃えやすくする効果があることも分かっています。食べ過ぎたことで余ったエネルギーが脂肪として体内に蓄えられますよね。ケルセチンにはこの脂肪の合成を抑えるだけではなく、分解してエネルギーに変えやすくする働きもあるんです。ルイボスティーのダイエット効果3つ目、便秘改善効果。下腹ポッコリ、毎日すっきり出ないなんてもう本当にはなりますよね。便秘の原因の一つに腸内の悪玉菌が関わっているんですが、ルイボスティーに含まれている SOD 酵素が腸内のデブ菌と呼ばれる悪玉菌を抑制して、逆に痩せ菌と呼ばれる善玉菌を活性化させる働きを持っているんです。なので腸内環境が整って便秘改善、実は便秘薬に含まれているマグネシウムがルイボスティーで摂取できます。これが腸内の水分を調整して硬い便を柔らかくすることで便秘改善になります。これで便秘薬を卒業できるといいですね。ルイボスティーのダイエット効果4つ目、デトックス効果。体の中に余計なゴミ、老廃物を溜め込んでいませんか？以前の私もまさにこの状態で、どうなったか、何をやっても痩せないし肌もボロボロ。そうなんです。まずは良いものを入れる前に体の大掃除が先です。そこでルイボスティーに含まれている SOD 酵素で体に有害な毒素を体外に排出していきましょう。この働きによって体の中に余計な老廃物を溜め込まずに済むので、結果胃腸の働きが良くなって痩せ体質に変わっていきます。ルイボスティーのダイエット効果5つ目、血糖値の上昇を抑える効果。
痩せるためにはいかに血糖値の上昇を抑えることができるかがとっても大事。そこでルイボスティに含まれるアスパラチンで血糖値の上昇を抑えていきましょう。すると脂肪の蓄積を抑えたり代謝や血行促進効果もアップします。ルイボスティのダイエット効果6つ目、むくみの改善効果。むくみの辛さってもう何とも言えないですよね。ひどい時は指で押しても元に戻らないとか、正座ができなくて座れないなんてことないですか？ルイボスティにはむくみを改善するカリウムやミネラルが豊富に含まれています。これらが体内の水分やナトリウムの量を調整してリンパや血液の循環が良くなるのでむくみが改善されます。またビタミン B2 が不足するとホルモンバランスが乱れて結果代謝も乱れるようになるんです。するとこれも原因でむくみが出てしまうんですね。ルイボスティを飲むことでビタミン B2 を補えるのでむくみ改善効果がアップします。ルイボスティのダイエット効果7つ目、貧血の改善効果。貧血とダイエットって関係あるのって思いますよね。あります。貧血の人は痩せにくい体質なんです。なぜだと思いますか？人の体は毎日約 400mg の鉄分が失われます。鉄分が不足するとヘモグロビンが減少するんですが、体中に酸素を運ぶ働きがあるヘモグロビンが減ることで体に十分な酸素を送ることができなくなって酸欠になって貧血になります。結果体の隅々まで酸素や栄養が届きにくいので代謝が下がって太りやすくなるんですね。なるほど、鉄分か。でも毎日レバーとかほうれん草とか食事で摂るって難しいなって思いませんか？そこでルイボスティーの出番です。鉄分が豊富な上に鉄分の吸収を妨げるタンニンやカフェインがほとんど含まれていないのでしっかり鉄分を補うことができます。特に生理中にしっかり摂取できると丸です。ルイボスティのダイエット効果8つ目、冷え性の改善効果。突然ですが質問です。平熱何度ありますか？もし36度前後で低体温なら危険です。冷えは万病のもとと言われるくらい、がんなど様々な病気にかかりやすくなったり、また代謝が下がっている状態なので痩せにくい体質になっています。ルイボスティの抗酸化作用で血液をサラッサラにして血流を良くしましょう。すると手足の先まで血液が正常に流れるので冷え性改善、結果代謝もアップします。またルイボスティに含まれている亜鉛やミネラルには体内でエネルギーを発生させる働きがあるので、さらに代謝や体温がアップします。ルイボスティのダイエット効果9つ目、ノンカロリー。もうこれならダイエット中でもカロリーを気にせずに飲むことができますよね。コーヒーや紅茶のようにミルクや砂糖を足すことも少ないのでダイエット中の飲み物にはぴったり何です。いくつチェックがつきましたか？ここまで大丈夫ですか？ではここからあなたがルイボスティーから受け取るメリットの効果を最大限に生かすためのお茶の選び方、入れ方、飲み方を詳しく解説していきます。この動画を最後まで見ていただくと、私が取り組んでいるこれをちょい足しするだけでさらにダイエット効果が倍増するおすすめレシピもご紹介しますので、最後までご覧くださいね。では痩せるルイボスティの選び方。お店に行くといろんな種類のルイボスティがあって、どの商品がいいのか迷ってしまいますよね。選ぶ基準となるのは品質です。安い商品もありますが、そういった商品は大量生産できる農薬を使用している可能性が高いです。農薬を煮出して飲むのを想像してみてくださいね。体に悪いに決まってます。そこでおすすめは厳しい水準をクリアした証である有機 JAS マーク付きの商品かどうかをチェックしましょう。農薬や化学肥料に頼らず生産されたルイボスティなら安心して飲むことができますよね。また国内 HACCP 認証取得工場にて生産されているものや第三者機関で検査済みのものを選ぶと丸です。よくペットボトルのルイボスティでもいいんですかという質問をいただくんですが、人工的なビタミン C が添加物として入っているので私はおすすめしません。オーガニックや無農薬の茶葉から作るのがおすすめです。次に痩せるルイボスティの入れ方。どうせ飲むならダイエット効果の成分をたくさん取りたいですよね。ルイボスティに含まれる成分を多く抽出するためにはしっかり煮出すことがポイントです。沸騰した状態から5分ほどじっくり煮出すことでルイボスティの栄養素をさらにしっかり抽出できます。そして痩せるルイボスティの飲み方、必ず
ホットで飲みましょう。冷たくして飲むと体が冷えて代謝が下がり逆に太ってしまいます。そしてルイボス水の適量は1日にコップ2杯にしましょう。逆にお腹が緩くなるようなら1杯に減らしてみるなどを調整していきましょうね。また一気に飲むのではなく、より効果的に飲むための飲むタイミングが3つあります。1、朝起きてすぐ朝一番にルイボス水を飲むことで代謝を活発にして1日のエネルギー消費を促すことができます。2、食前飲むことで糖の吸収を緩やかにしてくれたり満腹感を感じやすくなり食事の量を自然と減らすことができます。3、運動前に飲むことで脂肪燃焼をサポートする効果がアップします。そしてここからは私が実際に取り組んでいるさらにダイエット効果を倍増させるレシピを3つ紹介します。それぞれルイボス水にちょい足しするだけで超簡単なので今すぐ作ってみてくださいね。では1つ目、シナモン。血糖値の急激な上昇を抑えてくれたり体を温める作用もあるので特に内臓脂肪中性脂肪の分解を促進します。また利尿作用があるのでむくみの改善にもなるんです。私はルイボスティー 200ml に対してシナモンパウダーを2振りくらいかけて飲んでいます。2つ目、生姜の体を温める作用のある辛味成分ジンゲロール生姜オールには体の新陳代謝を活発にし血行を良くする働きがあるので冷えの改善また脂肪燃焼や発汗作用代謝を促進してくれます。利尿効果もあるので余分な水分や老廃物の排出を流すこともできます。私はルイボス水 200ml に対して生姜のすりおろしを約 10g を入れて飲んでいます。3つ目、純リンゴ酢。これは私の中で一押しです。ルイボス水の合うのって思うかもしれませんがまるでレモンティーのような味わいでとっても美味しいのでぜひ飲んでみてくださいね。脂肪燃焼、整腸作用、血糖値の上昇を抑える、満腹感が続く、むくみ改善、疲労回復などなどこの純リンゴ酢についてはこれまで多くの動画で素晴らしいダイエットや健康効果をお伝えしていますのでぜひ詳しくはこちらをご覧くださいね。私はルイボスティー 200ml に対して純リンゴ酢、ティースプーン1杯程度を入れて飲んでいます。今あなたが抱えている体型や体調の悩みから解放されてなりたい理想の姿を手に入れたキラキラ輝く自分をイメージした上で具体的に動くことがとっても大事です。では健康で綺麗に痩せる具体的な腸活ダイエット方法はここからです。私は腸活ダイエット講師として1万7000人を超える女性のケアをしてきた経験から多くの女性をダイエットの成功に導いてきました。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。腸活で食事改善といっても何をしたらいいのかわからないという方はこの動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。すでに登録済みの方は今後も有益な情報が配信されますのでお楽しみに。ということで今回のまとめです。ルイボスティーのダイエット効果は1、脂肪の蓄積を抑える効果、2、脂肪燃焼効果、3、便秘改善効果、4、デトックス効果、5、血糖値の上昇を抑える効果、6、むくみの改善効果、7、貧血の改善効果、8、冷え性の改善効果、9、ノンカロリーでした。ということで今回も最後まで見てくださり本当にありがとうございました。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたらいいねや感想をコメント欄にお願いします。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体制と生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますのでぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。